皆さんこんにちは、キャンプ飯研究所です。今日は2人にお料理を作ってもらいたいと思います。右左どっちって流行ってるの知ってる？知らない。何これ？じゃあこれを右左どっち、でなんか本家はミキサーに入ってるものを飲むっていうやつなんだけど、ちょっとうちは右左どっちって選んでもらった食材を使って料理をしてもらう。なるほど。なんかテレビでもさ、サイコロで転がして、あるね。あるね。あるね。その食材作るみたいな。例えばゆかちゃんにじゃあ右左どっちを出して、で選ばれなかった方がひろちゃんの。なるほど。納豆。納豆。これは全部使わないといけない。右左どっち、はい、右で右、はい、じゃあ白菜です。白菜です。じゃあこっちでゆかちゃんそれ、はい、右左どっち、じゃあ左、はい、おい小松菜、はい、右左どっち、左で、はい、はい、トマト。超難しくない？はい、右左どっち？右です。はい、魚。これがちょっとさ、どっちしちゃおうかな。はい、右左どっち？右で。納豆。納豆はこうなりました。ゆかちゃんが豚肉とお野菜とクリームチーズ、ひろちゃんはお魚と納豆と小松菜、白菜、トマト、なんかできそうじゃない？調べるのありにしてちょっとまあまんま一緒じゃなくて、適当にアレンジ。粉系はいいの？なんか粉系は OK、 小麦粉とか。じゃあお願いします。どうしよう。ここら辺の調味料を使って、じゃあまずひろちゃんから作りますか。はい、まあ、白菜と小松菜で、はい、タンタンスープ、あーと豆乳スープ、牛乳と、肉なし？肉なし担々スープ。肉なし担々スープ。魚も入れちゃおうか。ああ、いいね。それとタラをムニエルにして、ソースをトマトと、納豆で美味しくできるかな。やってみよう。お水に鶏ガラ、生姜、はい、生姜ちょっと入れて、ニンニク、出る、出るじゃない、やれたら、OK、 OK、 で、野菜を切って煮込んでいく。あとちょっと豆板醤、豆板醤入れて、味噌も入れて溶かして、担々麺に凝ってたからね、ひろちゃんはね。頼まれたね。ちょっとお魚も入れようかな。チゲ鍋みたいな感じだね。そしたら。粉を振りかけて。で、ソース作りが。どうしようかな。トマトと使わなきゃいけないな。納豆担々麺の方に入れてもいいんじゃない？あ、もう言わない。トマトを角切りにしてみて。これはムニエルのソース？そう。ムニエルの上にかけるソース。納豆とトマトをあえて火を通すか生でいくか、どうしようかな。何で味付けしようかな。
あ、でもこれ使って、うん、オリーブオイルと、うん、味見して、味見していいからね。会えたことないけど、会えたことないけど、普通に食べれそうな気がする。シャレに見えてくるね。半々ぐらい。味見してみよう。辛い。豆板醤辛いな。そう、この豆板醤ね、結構辛い。ムニエル作ります。はい、バターにしようかな。バターとニンニク。うちのやつが強いのと弱いのが逆だね。キッチンのあれが逆だもんね。うんうん、これどうしよう。もっとなんか味付けしたいな。なんだっけ、納豆のタレとオリーブオイルしか入ってないってこと。水量かな。砂糖と、砂糖と酢と、あ、でもね、辛かった。とても全然あの色はね、シチューみたいだよね。ね、本当だね。ホワイトシチューみたいな、うん、辛そうには見えないけど辛いんだね。シカラ、あら、いいですね、このトマトと、うん、かけて、これにちょっと緑かけたらおしゃれじゃない。パセリあるよ、うん、あ、オッケー、白菜とほうれん草の担々スープとムニエル納豆ソースかけ、右左どっちでできたご飯です。どうでしょう。食べてみましょう。これは対戦っていうわけじゃ ないですから、うん、勝ち負けがなきゃね。勝ち負けつける。食材が違うからちょっと ね、うん、ね、こうね、納豆ソースにしようと思わないもんね。そうね、無理やり無理やりね。そうそう、結局オリーブオイルと、うん、納豆のタレと砂糖と酢、うん、いただきます。いただきます。
辛い、ね、でもちょっとなんかさ変なっていうかその異国の風味がするよ。なんだろう、このタラのせいかな。なんかよくベトナム料理屋さんとか出てるようなね。あ、グリーンカレーのさ、奥にいるね。そう、なんか奥にいる。もう豆板醤ぐらいしか考えられなくない？他だってグリーンカレー食べた時に感じるね、あの葉っぱみたいな。大変美味しいものができました。ちょっと食べ残しだけど。納豆ソースがすごい美味しかったり。納豆ソース皆さんも作ってみてください。じゃあ次はゆかちゃんのターンで5品目で作ってもらいたいと思います。はい、ゆかちゃんの番です。本日もご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどお待ちしております。では次のお料理でお会いしましょう。またねー。